海と日本プロジェクト in 宮城。10月10日のトトの日から16日は海のごちそうウィーク。海のごちそうを食べることを通して豊かな恵みを与えてくれる海の環境について考えてもらおうと、海と日本プロジェクトが推進しています。三陸塩釜東物で作ったメニューを考えました。特徴としましては、鮮度はもちろんのこと、赤身の色つや、そしてその赤身のうまみで油の乗り、全てにおいてパーフェクトなあのメバチマグロだと思いますので、皆さん、食べてください。よろしくお願いします。またコラボメニューのセットについてくる小鉢は、郵便局や宮城学院女子大学、宮城県漁連などと連携して現在商品開発中のマグロの血合いを使った新しい料理です。フードロス問題の解決につながるように、今まで捨てられていたマグロの血合いを使ってさまざまな料理や商品を開発しています。マグロの血合いは栄養価も高いので、より多くの人に食べてもらえるような食材の一つにしていきたいと考えています。一方で年々塩釜でも魚の水揚げ量は減少しています。海の温暖化の影響で魚の数量が全体的に激減しております。これからも美味しい魚を食べられるように、皆様がそれぞれ一つずつ考えていただくようよろしくお願いいたします。コラボメニューは塩釜水産物仲卸市場と塩釜海の駅で食べることができます。美味しい海のごちそうを味わいながら、今海でどんなことが起こっているかを考えてみませんか。海と日本。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録してくださいね。